ゴルファーのハチです。こちらの動画は岐阜県にあるフォレスト水波カントリークラブにて杉浦さん、オガチン、シゲオトのラウンド動画です。ここはね初めて来たんですけど、アウトコースはね比較的に広くてストレスがないんですが、アマチュアの方にはねちょっと距離がある9ホールかなというふうに感じました。実際どんな感じだったのか早速行ってみましょう。オーケー、よいしょ、めちゃくちゃいいやん。あ、いいじゃん、めちゃくちゃ。オーケー、ラン、もう出るね、ランが。オーケー、左に。おお、めちゃめちゃいい。まっすぐ、いいね。おお、トップ。あ、でもこれはいいでしょ、全然いいでしょ。ちょっと逃げサイド。あ、でもオッケーオッケー、出てきた出てきた。いいないぼ。ボギーボギーダボダボ。まちょっとやりすぎたな。俺と。ナイス。ちょっと左。いやでも乗ったな。良さそう。これ完璧。これもこれはバンカーかもしれない。あ、トップ。あ、でもあるある。あ、そこに止まった止まった止まった。今のはもったいないになっちゃった。ナンパー。
いや、今のパットもったいねえな。まあピン方向行ったわ。おー、いいドロー。あー、そんなに曲がってないっすね。あー、でもあるっすね。やべ、奥楽じゃない。乗ってる乗ってる。ボンどうか。ナイス。あら、この間で広かったからこれ多いね。おお、カート道跳ねた。いいね、距離稼げた。オッケーです、ね、ございます。わあ、まあでも残り100ヤードぐらいですね。赤くいのちょい後ろにあるから。これは強い？うまい。
あー止まった。なんだよ。なんだよって。やってもうとんな。ナイスアウト。でかい。あ、オッケーオッケー、ナイス。お、右っすか。あ、乗ってんのか。広い、でかいのかね、グリーンが。あ、でも今度トップしてないな。シャンクっていうシャンクでもないけど。入れ入れ。うわー、オッケーオッケー、マジでオッケー。ナイスショット。ちょっと行っちゃっとるじゃない、これも。あ、乗った。ギリ乗ってない。いや、乗ってる。おー、ナイスタッチ。
手前か、手前のラフですね。そう、まっすぐ。まっすぐじゃん。まっすぐ。これこんなんじゃない？このぐらい、朝ぐらいね。ナイス。右。わあ。わあ。わあ。おお、ナイスショー。めちゃくちゃいいやんこれ。おいいとこ。じゃね、ちょっとスライスしてるね。バンカー、あ、手前やね。手前、いいよこれ。あ、ナイス、ナイスタッチ。オッケーですね。5の2です。カート左やね。あるあるある、全然あるわ。お、良さそうやけどな。お、ナイス。あ、手前か。右逃げてますね。あ、ナイスワン。あ、こっちからバンカー。あ、バンカー。そうでしょ。あ、垂れる。
俺も書いてるからって言うか。左向いとるけどね、パンツは。超えてる超えてる。あー左。あーあるっすね、あそこに。体振った。ああ、左か。ああ、ない。オンじゃないね。右？握った？ナイス、ナイスパ。前半お疲れ様でした。ということでフォレスト水波カントリークラブのアウトコースがこれで終了ですが、全員のスコアはねこのようになりました。8はね前半なかなかパーが取れなくて我慢のゴルフでしたが、後半の上がり3ホールで連続パーが取れてやっと少しずつ良くなってきた感じがするので、この調子で後半に行けたらと思います。杉浦さんはね僕と同じスコアで折り返しとなりますが、相変わらずいい勝負してますね。今回はどっちが勝つのか後半見ものです。でオガチンは、ドライバーがいい感じですね。パッターのフィーリングも徐々に良くなってきているように感じましたので、後半期待したいところですね。そして、シゲオはちょいちょいねミスショットありますが、アプローチがねめちゃくちゃ冴えてますね。しっかりリカバリーして後半うまくスコアをまとめていきたいところですね。インコースの、模様は次回の動画でお届けしたいと思います。最後までご視聴していただきありがとうございました。ではでは。